フェルナンド・タティス・ジュニア、打率2割5分8厘、11本、27打点、オプス8割1分6厘で普通に活躍してしまう。今日は2ホーマー、上げてきたな。なんかオプス低くないですか？なんかしょぼくなってね。打率がね、物足りんな。スター選手でこれは物足りん。捨てやめて動体視力悪くなったんかな。あれは打率も上がるからな。だから効果弱いステロイドやし、水虫治療目的やというとる。また水虫治療しないとあかんやん。水虫治療薬の成果か。釣り残るユーモンなクルーズみたいによ。タキスはジュニア界でも最弱。ジュニア最弱はゲレイロだろ。守備走塁ゴミなんだから。現役ジュニア界最強はアクーニャだったか。こいつよりハソン・キム兄さんの方が応援したくなる。サンディエゴパドレスさん、いつになったら優勝するんですか？ドジャースのライバルズラするのもうやめなよ。300億の契約もらえるならステロイドやった方がいいだろう。どんな批判されても耐えれるメンタルがあるなら何世代も一生安泰の金が手に入るんだしな。今のドーピングは排卵誘発剤が人気やぞ。チームも首位と 7.5 ゲーム差の4位終わりだよ。このお笑いチーム。水虫タキス、チラミジャッジ、ゴミ箱アルプーベ、粘着シャーザー、メジャーってこんなのばっかだな。ビシェットは首位打者、アクーニャはな MVP 当確。こいつはただの 1.5 流。なおチーム、外もだいぶイラついてそうだったし、クラブハウスの雰囲気悪そう。あの反応はないよな。嫌ならナショナルズと長期契約結べばよかったんやで。ステロイドバレたメジャーリーガーとネットでイキリ散らす以外できない集まり、自分が情けなくならんのかな、弁慶さんたち。薬でこれはしょぼい。